はい、こんにちは。今回は相手を破壊する4人のクラッシャーを紹介いたします。Jesus, Gonzalez, Adonis, Superman, Stevenson. この試合の1年後に WBC 世界ライトヘビー級王者となるアドニス・スティーブンソンは2012年2月にゴンザレスと戦いました。アドニスは刑務所に入っていたこともあり、プロデビューが29歳と遅く、この試合の時はすでに34歳でしたが、アマチュア経験豊富なゴンザレスにワンツーを炸裂させてダウンを奪い、ゴンザレスは痙攣したまま起き上がることができなかったのでした。WBC 世界ヘビー級王者になったスティーブンソンは4度目の防衛戦でディミトリー・シュコフスキーを相手に第5ラウンドにめった打ちし、3度のダウンを奪い失神させました。敗れたシュコフスキーはこの時22勝2敗の戦績でしたが、この試合の後勝てなくなり引退しました。スティーブンソンは7度目の防衛戦でトーマス・ウィリアムス・ジュニアと戦いました。ウィリアムス・ジュニアは父がヘビー級の元世界ランカーで、ここまで20勝14 KO 1敗の戦績で、デビューから5年8ヶ月で世界情勢にたどり着きましたが、初回王者の左パンチを被弾しダウンを喫しました。迎えた第4ラウンド、王者スティーブンソンはアッパーやボディーブロー、そしてまたもや強烈な左をヒットさせると、挑戦者は崩れ落ちました。スティーブンソンに KO されたトーマス・ウィリアムス・ジュニアもこの試合の後勝てなくなり30歳で引退しました。フェイリックス・ティット・トリニダード。フェリックス・トリニダードはボクシング史上最もパンチが強烈なウェルター級ボクサーの一人であり、プエルトリコの英雄です。17歳でプロデビューし、若干20歳で IBF 世界ウェルター級王者になり、この王座を15度防衛し、そのうち12度が KO や TKO による王座防衛でした。トリニダードのパンチの破壊力は尋常ではなく、多くのボクサーの未来を壊したのですが、12度目の防衛戦で KO されたズールは大きなダメージを負い、この試合を最後に引退しました。IBF 世界ウェルター級王座を15度防衛したトリニダードは、1階級上の王者デイビッド・リードに挑戦しました。リードはアマチュア時代アトランタオリンピックで金メダルを獲得し、鳴り物入りでプロ入りし、わずか2年で世界王者になったテクニシャンで、序盤試合を優勢に進め、第3ラウンドにダウンを奪いました。
回復の早いトニー・ラードは中盤から鋭いパンチで反撃し、第7ラウンドに強烈な左フックをヒットさせ、ダウンを奪い返しました。ダウンを奪ったトニー・ラードはその後も破壊力のあるコンビネーションパンチを当て、11ラウンドに2度のダウンを奪い、判定で勝利しました。デイビッド・リードから WBA 世界スーパーウェルター級王座を奪取したトリニダードは、 IBF 王者フェルナンド・バルガスと統一戦を行いました。トリニダードは初回から強打を炸裂させて2度のダウンを奪いました。20戦全勝 18KO の戦績を誇るバルガスは、アイク・コーティーや実力者のライトを力でねじ伏せ、この試合も第4ラウンドに持ち前の強打を爆発させました。19度の世界戦と豊富な経験を持つトリニダードは、中盤以降バルガスに驚異的なパンチ力で圧倒しましたが、バルガスは強靭な精神力で必死に対抗しました。迎えた12ラウンド、あまりにも強烈な左フックがバルガスを何度も襲い、バルガスは意識を刈り取られていき、3度目のダウンとともに初黒星を喫しました。ミドル級王座を奪取し、全勝のトリニダードに立ちふさがったのは、 WBC、IBF、世界ミドル級王者バーナード・ホプキンスでした。ホプキンス陣営はトリニダード陣営がバンテージを巻くのを注意深くチェックするため、巻き終えたバンテージを巻き直させ、違法なバンテージの巻き方を正しました。いつもと違うバンテージの巻き方のせいか、トニー・ラードのパンチは全く効かず、36歳ながら長い間ミドル級王座に君臨しているホプキンスが優勢に試合を進め、12ラウンドに強烈な右でダウンを奪い、40戦全勝のトニー・ラードに土をつけました。ホプキンスは抜群のテクニックを誇り、49歳3ヶ月で WBA 世界ライトヘビー級王座を獲得し、最年長王座獲得記録を持っておりますが、20代から30代の頃は死刑執行人と呼ばれ、強打で相手を破壊したのですが、1996年1月の防衛戦では初回わずか24秒で KO しました。フランクを24秒で KO したホプキンスは、2ヶ月後にジョー・リプシーを相手に IBF 世界ミドル級王座の防衛戦を行いました。リプシーはここまで25戦全勝 20KO と手強い相手で、サウスポーから強烈な左を振るってきました。迎えた第4ラウンド、王者ホプキンスは強烈な右アッパーでリプシーを失神させ、さらに4発のパンチを浴びせました。
元 WBA 世界ウェルター級王者ピピノ・クエバスは35勝15敗と敗戦が多いのですが、プロデビューが13歳11ヶ月と早すぎたのでキャリア前半に負けが込み、18歳で世界王者になった時はとてつもないパンチ力で世界王座を11度も防衛したのです。35勝のうち KO 勝利が31を数え、とんでもないパンチ力で世界王座を防衛中に、アンヘル・エスパダ、ハロルド・ウェストン、ビリー・バッカス、ピート・ランザニーの4人の顎を折ったのです。1978年3月 WBA 世界ウェルター級王者クエバスは5度目の防衛戦でハロルド・ウェストンと戦いましたが、ウェストンのスピードに翻弄され序盤からペースを握られました。7ラウンドや8ラウンドにはウェストンの連打を受けて防戦一方になる場面もありましたが、9ラウンドに王者クエバスは猛攻撃を敢行し、攻勢だったウェストンは強打をめった打ちされました。王者クエバスは不器用で防御がいまいちなのですが、パンチが強烈すぎるのでひとたび攻勢に出ると相手は反撃ができず KO されてしまうのです。WBA 世界ウェルター級王者クエバスは7度目の防衛戦でピート・ランザニーと戦いました。クエバスは初回劣勢でしたが、2ラウンドに逆襲を仕掛け、持ち前のパンチ力で難なく形勢を逆転しダウンを奪いました。ランザニーは倒れても起き上がりますが、すぐにめった打ちされ一方的になったところでレフリーが試合をストップしましたが、すでに顎の骨は折れておりました。ジョークラッシャーと呼ばれたクエバスが WBA 世界ウェルター級王者だった時、WBC 世界ウェルター級王者は最年少で世界王者になったウィルフレッド・ベリテスでした。この頃シュガー・レイ・レナードが世界王座の初挑戦を狙っていた時期なのですが、クエバスの最強パンチを恐れて天才ベリテスを選んだとレナード本人が語っていたのです。